そうそう、ロコンガスタメンですよ。やっぱロコンガになるんだな。僕の知ってるロコンガじゃないロコンガを期待したいですね。来た。これオフなかったら大丈夫かな。やっと決まったね。いや、よかったね。この感じでずっと決まんないのが嫌だったからね。いや、爪の反応ほんと早いよね、ジェズスね。ここでニアゾーンなんでさ。アストンビラ、ここの守備めちゃくちゃ緩いよね。なんかこう、うまくいってないチームの典型というかさ。ああめっちゃ邪魔してるね、キーパーのこと。ボール関係ない、僕は声だけど、ただプレミアです、これは。そしてさっきの、ミングスのやつ取らなかった審判です。これも取らない、全然あるよ。ああ、得点なりましたよ。来た！うわーい！冨安起点の。いやー、マルティネリよく決めた。これ取り返したのでかいよね。一番奥の冨安見えてた。なんかいい意味でマルティネリらしくないプレイだった。冨安いいプレイしたな。足振らなかったのが良かったっすね。勝った！ 5 連勝。え、今日5節だっけ？ 5 節か。すごいじゃん、5連勝。まだビッグシックス当たってないとはいえ。それでもね、5連勝はでかい。もうこれで実はリーグ戦終わりですってなんないかね。アーセナルのことだけ考えて。いや、マジで絶対アンカーホワイトの右サイドバック冨安だったら今日 4-0 で勝ってるって。実戦経験とかいろいろあるだろうけど、オフザボール動き見てるだけで、冨安とホワイトは少なくともロコンガより圧倒的にポジションをこなせること。いや、でもこの判定されてさ、PK を見逃されたりとかしてさ、これで勝ったのでかいね、マジでね。マジアルテタよく仕事したよ。ホワイト、冨安は正直もう選べんな、これ。どっちもいいからさ、どっちかを落とせないんだよね。いや、だから、マジで二人使えばいいじゃん。ロコンガのところ、マジでさ、ホワイトでいいって絶対。いや、マジ絶対ロコンガよりはうまくいくわ。